はい、皆さん、こんにちは。社長&山田チャンネルへようこそ。もしよろしければ励みになりますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。さてさて、バージョン 1.4 へのアップデートの日が近づいてまいりました。アップデートの一つのイベントとして、ウェンティが再度ガチャとして再降臨いたします。ウェンティはサポートとしてトップクラスの性能を持っている上に、雑魚敵の処理や探索、どれをとってもとても優秀なキャラなので、ぜひぜひゲットすることをおすすめします。今回は、ゲットした後ですぐにウェンティを使えるようにするために、限界突破素材であるスライムの液体シリーズと、セシリアの花の効率的な入手ルートについて話していきます。長くなりそうなので、パートを2つに分ける予定です。まずはスライムの液体シリーズです。ルートの説明に入る前に、ウェンティに必要な素材の数を見ていきましょう。はい、こちらのようになっています。スライムシリーズに関しては、天部育成にも使うので、さらに集める必要があります。スライムからは、基本的に液体がドロップし、分泌物やピュレに関しては合成で手に入れることが多いです。なので、この数を液体に置き換えると、417個のスライムの液体が必要になります。それではルートの方を見ていきましょう。おすすめ度を5段階で評価しているので、好きなところを優先的に回ってください。
今回は結構運が悪くてドロップ率が相当低かったです。すべてのルートを回ってこのくらい回収することができました。まあ、それでもやっぱね相当集まってますね。ウェンティを入手予定の方はぜひこのルートを覚えてスライムの液体シリーズを最速入手してください。そもそもトリフラーと同じくらい有用性の高い素材なのでみんな覚えておいて損はないです。はい、今回の動画は以上になります。次回はセシリアの花の入手ルートについてご紹介していきます。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価お待ちしております。それでは、さよなら。